人民裁判所にかけられる、ヨルクフォン・バルテンブルク伯爵、ペーター・ヨルクフォン・バルテンブルクは、ドイツの貴族、法律家。1944年7月20日のヒトラー、暗殺未遂事件とクーデター事件に関与し、人民裁判所にかけられて、死刑判決を受け、処刑された。ドイツ帝国プロイセン王国、シュレージエン州のクラインエルスに主霊、 父方のヨルクフォン・バルテンブルク伯爵家は、プロイセン元帥のルートビヒヨルクフォン・バルテンブルク、伯爵を外するプロイセン貴族の家柄である。祖父に、哲学者、パウルヨルクフォン・バルテンブルク伯爵がいる。この祖父は、ルイ・フェルディナント・フォン・プロイセン王子の孫娘と結婚し、その間に、ペーターの父、ハイン・リヒを設けている。したがって、ルイ・フェルディナント王子は、 ペーターの高祖父にあたる。母ゾフィーは、ゲッツフォンベルリヒンゲンを外するフォンベルリヒンゲン、男爵家の出身である。プロテスタントのロースレーベン修道院学校に入学。1923年にアビトゥーアに合格し、ボン大学やブレスラウ大学に進み、法律を学んだ。ボン大学では、学生団体コアボルシアボンの活動に参加した。ここには、貴族が大勢集まっており、 ドイツ皇帝ビルヘルム2世もボン大学在学時代に所属していたことがある。1926年に司法修習制試験に合格した。弁護士として働いた後、1932年にはバイマル共和制時代の東プロイセン農業計画、東方援助の職員となった。1934年からはブラスラウ県庁で公務員として働いた。 彼は民主主義者であり、人道主義者であったため、国家社会主義ドイツ労働者等への入党を拒否した。そのためほとんど出世できなかった。1938年の家族祝賀会で、同じハンナチ派の遠籍、ヘルムート・イェームス・フォン・モルトケ白爵と知り合った。この方法で彼は、貴族の中のハンナチ派と次々と接触していった。例えば、 ベルトルト・フォン・シュタウフェンベルク伯爵、アダム・フォントロット・ツー・ゾルツ、フリッツ・ディートロフ・フォン・デア・シューレンブルク伯爵、ウルリヒビル・ヘルム・シュベイリン・フォン・シュバーネンフェルト伯爵などである。彼らは早くからナチ党政権が統合の憲法や政治体制について話し合っていた。第二次世界大戦が始まると彼は、将位としてドイツ陸軍に従軍し、戦車部隊の副官を務めた。 しかし、ポーランド侵攻戦の際に兄弟が戦死したことをきっかけに、彼のハンナチ思想は強まり、1940年には、モルトケと共に、ハンナチ集団、クライザウサークルを創設した。1942年追巻版の負傷で、前線勤務に耐えられないと判断され、国防軍最高司令部勤務に移された。1944年1月に、モルトケが、 ゲシュタポに逮捕された後、いとこにあたる参謀大佐、クラウス・フォン・シュタウフェンベルク伯爵と接触。彼になるべく早いヒトラー暗殺とクーデターの実行を進めた。クーデターが成功した暁には、彼は副首相次官に就任する予定だった。しかし1944年7月20日に、実行されたヒトラー暗殺計画もクーデター計画も失敗。 彼は数日後に逮捕された。8月8日にローラント・フライスラーがサた。ありがとうございます。